ご視聴の皆様いらっしゃいませ、海夏です。ドラゴンクエストシリーズ全踏破企画第22弾、ドラゴンクエストソードその2回目の配信です。前回エルヘイムの森攻略してゴーレムと戦ったんですけども、負けてしまいまして、今回はそのリベンジからやっていこうと思います。なんで画面なんですけど、まあこれで正しいらしく横のね、余白というかは残ってしまうのは仕方ないらしいですね。最後から森にもう一回行ってちょっと金策を行って、で盾をね、別の盾に交換しました。であとちょっと薬草を買っていこうかな。今な7個持ってるんだ。何気に7個持ってんのか。じゃあ10個にしておこうか。あ、アイテム、その手持ちかどうかっていう、手持ちか。法の生成。では、リベンジしに行こう。前回のゴーレム戦より武器も強化したし、盾も強化したので、もうちょっとね、戦えるんじゃないかなとは思います。前回回復ができなかったからな。攻撃力は上がってんだよね。当たるぞ、リリパッドに。当たると思ってなかった。まあ、気づいた。盾が、盾長なんだな、これ。これ、鉄の盾だね。右に行こうね。左はまだでかい岩があるからね。切れなかった。気が当たってしまった。気が当てづらいね、相変わらず。毒吐く前に来たね。ありがたい。スクラップした。カーソルが暴れる。前回もさ、カーソルが、画面外から戻せなくて、測れないの優先だね。もう一回オークが出てくるんでね。あ、リリパッドか。切れたのがいいな。うまく返せないな。よかった。毒測れなかった。で、左か。右は宝箱だったからね。メタルスライムも、出てきたりしてたけど。あのメタルスライム毎回、ギラだったら倒せるんじゃないかな。さあ、2体出てくるぞ。いい調子です。調子です。こんなにダメージ受けずに来れていい。そう。斜め切りが難しい。あ、カードできなかった。でした。あ、次ゴーレム戦か。この森は、俺の庭。入り込むやつ、さっきの女。行かなくていいか。攻撃できた。時をよく見ていきましょう。じゃあ攻撃力上がってるから、ダメージが結構入る。そっちこそ覚悟しろ。爆裂剣だ。初めて使うね。爆裂剣。剣を立て、集中。17。撃破。思ったより楽だった。ブラボーブラボーやったね。攻撃力上がってるのが一番高かったかもしれない。どれくらい上がったかな、攻撃力。10、プラス10くらいかな。獲得ですね。剣心道、また手に入れたぞ。すべての必殺剣の威力が上がった。お、いいね。ランク獲得したんで、ご褒美で鉄鉱石と魔物の骨、ゲット。ボーナスって。ヒット率 80% 以上。お、そうなんだ。たくさんダメージを与えた。とりあえず 86% あったらよかったのかな。あとレベルが上がったのもでかいかもしれないね。ふぅ、なんとか勝てましたか。はい。さあ、先へ進みましょう。そして、湯治場と呼ばれているところかなに来ましたが、果たして、母親の女王はいるんでしょうか。小屋がありますね。誰か住んでいるのでしょうか。ちょっと様子を見て、隠れて。なぜ？なんか不穏な BGM なんだけど。仮面の女王、母親か。キラ怪しさ満点。どっか行ったね。ダメです。もういません。見たでしょ？あの仮面、あれは最近母親がつけ始めたものなんです。なぜあんな仮面をしているのかは僕にも教えてくれないのですが。それにしても母上はなぜあの小屋に。入ってみましょう。ここにいたんだ。
美人さんですね。あ、すみません。僕たちは決して怪しいものじゃありませんので、ご安心ください。先ほどこの小屋から出てきた女性のことなのですが。あなたたちには関係ないわ。申し遅れました。僕はディーンと言います。アルソード王国の王子です。そっか。通りでどこかで見たことあると思ったわ。私はセティア。よろしくね。あ、そのピアス。もしかして名工イルギンの作品じゃない？これは母上からもらったもので。いや、そんなことより母上が何をしにここへ来たのか教えてくれませんか？私の兄さんは魔王と戦ったの。そしてその後病気になってしまった。誰だ一体兄と。でも私の回復呪文じゃ兄さんは助けられなかったの。兄さんは私を置いて一人でどこかへ行っちゃったんだ。だからあなたの兄上の話とかではなくてですね。そうね。さっきの女性は何しに来たのかっていう話なんだけど。え、魔王と戦った？ではあなたの兄上はあのフォルグさんだというのですね。フォルグさんは亡き父上らと共に戦い魔王を打ち破った者の一人です。ふーん、そういうことは一応知ってるんだ。いいわ、教えてあげる。まあ仮にも魔王討伐パーティーの一人ってことだもんね。女王様は兄さんに会いに来たみたい。温泉のついでに寄ったって言ってたわ。でも兄さんがいなくなったことを伝えても女王様なんかあんまり驚いた風じゃなかったな。他には母上、いえ、女王のことで何か気づいたことはありませんか？具合が悪そうとか。具合が悪い？っていうか何？あの趣味の悪い仮面は。これな。あれって何かのブランド？ではこちらが聞きたいくらいですよ。突然あんな仮面をかぶり出したのですから。有名なブランドじゃないんだ。女王様なのにっていうことかな。これ母上は湯治場のついでに共に戦った仲間に会いに来たということでしょうか。あれ、母親も一緒に行ったの？父親、あの王様だけだと思ってたけど。もはや母上が病気にかかっていることに間違いはないようです。え、そうなの？どっからそうなった？こうしてはいられません。早く城へ帰って看病して差し上げなくては。城に帰ってればいいけどね。すいませんが先に帰ります。では失礼。ではこのセティアと主人公は知り合いらしいんだけど覚えてないんだろうか。今思い出したわ。何をでしょう？私あの仮面見たことある。どこか有名なブランドだから見たことあるのかなって思ったけどそれは違ったわ。昔遊びに行って迷い込んだ山のてっぺんで、確かブレイゲ山。お、私まだ小さかったからその仮面がとても怖かったことだけ覚えてる。まあ子供から見たらあれはかなり不気味なものだもんね。なんだか嫌な感じがする。あの仮面をなぜ女王様が？まあそのブレイゲ山に行って撮ったとかそんなんかな。女王様兄がいなくなったことを話しても別に驚いた風じゃなかったし、きっと何か知ってるのよ。私もう一度女王様に会ってみる。お城に行って会って聞いてみる。で同行するのかな。はい、2章疑惑終了かな。第3章かな、これ。第2章か。ん？じゃあ第3章か。今第2章って言ってた。第3章、仮面。あ、そもそも城に帰ってるかな。あれ？王子と一緒ではなかったのですか？え、帰ってきてないの？そういえば、王子だけ慌てて先にお城に戻っていったような気が。なんで覚えてないんだ。そうそう。誰かいる。たった今すごい格好した女の子がお城の方から来てこの家に入っていったよ。あんな子がこの町にいたんだ。あ、親父に会いに来た。やっと戻ってきたようね。あなたのことを待っていたのよ。どうしてこの家が分かったって？
王子の友達の家って聞いたらすぐに教えてくれたわ。ふふ、私の信頼とは。そんなことよりお願いがあるの。私と一緒にブレイゲ山に行ってくれないかな。いいよ。ありがとう。じゃあ私ちょっと教会に挨拶してくる。後で来てよね。セーブしに行こう。教会よ。忘れされていない。いい子じゃないか。意外だよな。にまた怒られそうだわい。お金今いくらあったっけ。預ける。うん、超えたの。まあ、アイテム買ったりしたら1000切るやろ。あと防具とかね、あのショーが新しくなったから追加されてるか確認しよう。追加されてるね。 1800? 高い高いね。鉄の鎧22に上がるのか。お、鉄の兜。上昇量を考えると、まあ鉄の鎧買うべきだな。金策が必要な感じだな。銅の剣しか売ってない。強化する。あれの剣。あ、3種類になるね。炎の剣、吹雪の剣、三日月の刃。攻撃力がちょっと違うね。値段の割に、炎の剣一番安い割に2番目に強いな。派生するんだね。必要素材は、氷の結晶がいりますね。次は、溶岩のかけらか。次の刃は、雷の玉。何にしたらいいんだろうね。とりあえず、強化もできないから。まだな。お城に一回行ってこようか。お、大臣。海夏か。王子が慌てて帰ってきたが、何かあったのか。はい。女王が仮面を、とな？それを見たのか、海夏。そうか。見たのじゃな。何の仮面なのかはわからん。突然女王がそれを被り始めて、わしたちも驚いておるのじゃ。一体どこで見つけてきたのか。なぜ仮面をしなければならないのか。女王は何も教えてくださらん。困ったものじゃわい。そうだったのか。え、王子。とりあえず、次のエリア攻略行きましょうかね。教会だね。道具屋、道具屋。なんか新しくアイテム売ってるか。特に物は、あ、増えてるか。この3つしかなかったからね。新しく毒薬草と不思議な粉が。次は、また今度にしようかな。イベントかな。懐かしいな、ここ。私ここで僧侶の修行してた。でも兄さんがあんなことになっちゃって。あ、そうだったわ。聞いて、に行ったのに女王様には会わせてもらえなかったのよ。こうなったら自分で調べるしかないわね。女王様が被っているあの仮面、私が昔ブレイゲ山で見たのも確かあの仮面だったと思うわ。あの仮面には絶対に秘密があるはず。だからもう一度ブレイゲ山に行って確かめてみたいの。そう思うでしょ。そういえばまだあなたの名前を聞いていなかったわ。あれ、かん、ん？初見なのか。なんかもともとこの村にいたっていう話を聞いたけど。じゃあ今日からエッジって呼んであげる。いいよね。なんで？なんでエッジ？なんでエッジ？エッジになったの？気に入らないの？じゃあアレンはどうかな。いいえ。これもダメ？わかったわ。ジャックって呼ぶことにする。いいよね。なんで本名じゃないの？ダメなの？じゃあカルロスは？ないの？じゃあチャッピー。いいなでしょ？何がしたいのかよくわからん。わかったわ。ヘロロンって呼ぶことにする。いいよね。諦めないね。なんで？ことにする。いいよね。何なの？気に入らないの？ならやっぱりエッジ。これで決まりね。じゃあエッジでいいや。それじゃあよろしくね。で、なんでこうなった？さあ、そしてセティアが仲間に加わりました、ね。ブレイゲ山に行きましょう。先に町の外で待っててね、エッジ。だ、名前を呼んでもらえるのはいいんだけど、なんて本名じゃない。まあ本名だと音声出せないからなんだろうけど。
なんだろう、何の狙いがあるんだろうこれは。さあ、では成分もしたし、第3のエリア行きましょうか。どこへ行くんですか。はい、では門を開きます。お気をつけて行ってきてください。ごめんエッジ、時間がかかっちゃった。杖を持ってるね。いいわ、ブレイゲ山に行きましょう。あ、一応あれだ、他のとこ行けたんだ。あ、そしてエルヘイムの森、 S ランクでクリアしたら氷の結晶手に入る。雷の弾も手に入るな。イカズチの刃か吹雪に作れるけど、ランク S はなかなか大変だな。でもまあ、とりあえずブレイゲ山行こうか。ホタルさん、いらっしゃいませ。おはようございます。ドラクエソード2回目の配信で、第3のエリアこれから攻略していきます。あ、ない、ダメージ食らうんやな。来いよエッジ。なんかよく喋るな。あれ、鏡の塔かな。当てづらい。あれ、この左上に見えてるあれが鏡の塔かな。爆弾や、面白いんだよ多分。爆弾が出てきたら切るだけではなく突きをしてみましょうって。爆弾は爆発で後ろの敵にダメージを当てることができる。あ、そうなんだ。溶岩の崖が手に入った。あと鉄鉱石1個で炎の剣も作れる。これは作戦どうなってんだろう。ベホエミとキアリーだ。キアリー、ちょっと待って、キアリー、すまんな回復してもらってる。ほんとな、 MP 切れたんだけどこれやべえな。あ、川だ。これ MP って回復するんかな。これ取れなかった。取れるのかな、そもそも。キアリーはありがたいが落ちちゃう。これはきついぞ。あとセティアも攻撃しとこう。で、三つ股だな。左はいけないから右がだ。いやー、なかなかきついな、ここ。盾が壊される。行き止まり。バイシルト。バイシルトってことは、盾か。盾を強化する魔法かな。聞いたことないけど。こっち宝だ。ダルスライムな。ダルスライム見てから攻撃できないな。どうしよう、一旦帰ろうかな。何か一旦進む。お前セティアがやられてしまう。あ、逃げられっぱなしだ。月攻撃したらいいんだけど、月攻撃ができてない。死んでしまう。まずいよ。月攻撃が出せないんだよな。月攻撃で出したよね。返せないやんけ。盾で防いだ方がいいんじゃないか。いや、もうボロボロや。あ、これ毒消しそうだった。吊り橋敵か。してる。当たんないよな。あ、外したか。これ落とされたらどうなるんだろう。塞ぎきれない。これ切ればよかったのか。動きをよく見て。さらにまだか。体力下手切れる。なんか無理やり奥まで来たけど、ボス戦かな。こんなとこに子供の時に迷子できた。あの仮面を見たのはおかしいな。見えたんだけどな。ここからあっちの山の方に。サイレス。ちょっと仮面を見。王様がいなくなったから。何を言ってるのこいつ。魔王の。手下の生き残りなの？みたい。呪文を使えないわ。法の精神使おうか。回復を頼んだぜ。あ、でもボロッボロなんだけど。月攻撃したらいいんだろうけど、月が出せないから。で、ボロボロやな。手が元に戻った。なぜ分身してくる？あ、命大事にね、バイシルト使われるのはちょっと困るな。あ、まだ本気にならない。大げさに前に突き出せばいいのかな。さあ、こっから本気モードや。76かなり削れたぞ。 MP が切れそう。何度かなった。雷の玉手に入れたね。いやー大変だった。よくクリアできたな。もう鉄鉱石か。で、戦利品3つほど手に入ったね。お鍋の蓋、盾かな、守りのルビーと鷺の尻。魔王は倒されたのにまだこんなに強い魔物がいたなんて。ともかく俺を言うわ。
ありがとう。エッジがいたから戦えたみたいね。少し自信を取り戻せたかな。確かそう、あそこよ。見て、あの山、あの山肌に。あれ、山肌にあったの？おかしいな。ここから向かいにある山が見えて、そこに。お、晴れた。そうよ、あの時もこんな感じだった。ほら見て、あの絵。どの絵？どれ？あそこか。前に見た時は私はまだ小さかったから、あれが何の絵なのかわからなかった。今ならわかるわ。あれは魔王と私たち人間の戦いの絵。と昔も魔王が現れて、その時代の人が描いたんじゃないかな。よく見て、あの絵の魔王がしているあの仮面、女王様がしていたのと似てない？言われてみれば。まさかと思うけど、女王様は魔王の仮面をしているの？そして兄さんは魔王の仮面の女王様に狙われた。もしかして女王様はあの仮面に操られているのかもしれないわ。大変、なんとかしなくちゃ。みんなはまだこのことを知らないのよ。町に戻るわよ、エッジ。了解です。何かしらね、呪われている仮面だろうなぁと思ったけど、まさかの魔王の仮面だとは。第4章、犠牲？誰？誰が犠牲に？女王様と仮面のこと、早くお城のみんなに伝えなくちゃ。私、一足先にお城へ行ってくる。商人仲間からの連絡が遅れているんだ。何かあったんじゃなければいいんだが。また商店から見に行こうか。防具大事だな。ここは変わらずか。で、1800回るな、プラチナシール。守備力を取るか、盾を取るか。もう盾最後の方ボロボロだったからな。例えば、お鍋の蓋。耐久度1に下がるな。雷の玉と溶岩のかけら手に入ったね。吹雪以外なら作れるか。やっぱ武器は新しく増えないね。金があればできるけど、そんな何、鉄鉱石とか見るから、そんな何本も作れないよな。どれを作るかだよね。単純な攻撃力で考えると吹雪の剣が一番良さそうだけど、氷の結晶はまだ手に入ってないね。お金も貯めなきゃいけないからな。とりあえず薬草だな。薬草、薬草力出そう。あー、まだ薬草でいいよな。結晶、今5個持ってんのか。あとは常薬草、いろいろ起こっているんだよ。大変です、王国近くの海に凶悪な魔物が現れ、オープニング出てきた。なんか半魚人的なやつか。次から次へとどうしたと言うんだ。わかった、すぐに兵を集めて浜辺に向かわせよう。その必要はない、俺が行こう。お、バウド。それともこの俺では力不足かな。バウド殿、あなたが言ってくれるというのならこれほど心強いことはありません。飲みすぎたのがチートばかり足元がフラフラするのだ。ダメじゃねえか。しかしお前がいてくれればまあ大丈夫だろう。とりあえず玉座の間の方は任せといて、浜辺に行ってこと。俺は少し酔いを覚ましてから行く。お前は準備ができ次第先に町の外に出て待っていてくれ。父ちゃん閉まらんで、ね、ちょっと覗いてみようか。鍵がかかってきて入れないって。閉め出されて。まあ準備も整ったし、セーブしてから行きましょうかね。また犠牲は一体誰なんだろうね。セティアのお兄さんかな。話は聞いています、親父さんと一緒に怪物退治に行くのですよね。はい、行きます。お気をつけて行ってきてください。いかん、急に走ったものだから悪くなってきた。なんで引き受けたんや。怪物は海辺の洞窟あたりに現れたらしいぞ。まずはそこへ行ってみるか。これは何なんだろうね。あ、ブレイグさんは S ランクだと鉄鉱石なの。2個。ここが怪物が現れたという洞窟だな。
魚臭い洞窟だな。おまけにいろんな魔物の匂いもプンプンしやがる。匂いでわかるのか。この辺はなんか歴史戦の洞窟へ向かおう。剣士って感じだね。この人は何が使えるんだ魔法。メラとかイオナズンどうした。作戦どうしとけばいいこいつ。バッチリでいいのかな。頑張れてみた。でしばらく強制的に進む感じかな。ドラキー系。はい、了解です。肉を切らせて骨を断つんだ。え、難しいな。あ、待って、あー、しびれる。ポケモンションを入るとなんかダメージ1にされてしまう。狙いづらいところを攻撃してくるな。奥に洞窟が見えるね。でも切らせない。こっちもいっといて。しびれクラゲがちょっとめんどくさいな。どっか出てくる。肉を切らせて骨を断つんだ。どこや。ここか。なんか前のとこよりこっちの方がまだ戦いやすい。相当嫌な感じだったから。あらば、雷の弾。強血が欲しいな。パーティーで毒になったらあかん。変われないよ。埋蔵右かな。宝箱でしょ。いけないのか。じゃあどっちかな。じゃあまっすぐ。こっち宝箱っぽいぞ。もう一個何だったんだろうね。縦切りしか当たらない。お前ライデインのせいで毒が見えなかった。変われないかな、向こう側の石は。これはどっちのルートでも良さそうだね。ふぅ。で、右ね。こう、硬い石多いね。OK、成功した。あれ？そう。ここで攻撃すんの？攻撃を受けてからじゃ遅いんだ。どっち行けばいい？メインにとりあえず宝箱は見えてるけど、右側がわかんないな。平気か息子よ。何も喋ってなかったね。宝箱が見えているからとりあえず宝箱に行くぞ。ヒヒン。これはしないっぽいか。これしてる？あ、待て。盾盾どこ行った？お、魔法の先生もらったわ。回復しとこう。これも左右どっちでもよかったみたいだね。宝箱。溶岩のかけらか。氷の結晶欲しいな。いやー、厄介。回復しとこう、もう一回。で、主人公は、ちょっと条約者だな。あー、毒矢継ぎ。フルライダーいたな。よし、一気に行くぞ。嘘でしょ。無理やり。回復できるセティアさんが、美味しいな。またキングスライムかなとか思った。なんかいるね。なるほどな。がここ最近暴れ出したっていうウロコの怪物か。これセティアの兄ちゃんじゃないんかな。こいつだけ妙に人間臭いぞ。どういうことだ。怪物んだ。の怪物。俺に構うな。あ、バイキルド使えるようになってる。攻撃できるタイミングがあれば。敵の動きをよく見ろ。右下よく狙ってくる。攻撃できるんだな。突っ込んでくるやつ。斜めに切らせて。斜めに切れないよ私。あ、突っ込んでくるとき攻撃タイミング痛いなぁ。勝ってしまった。カウンターできんかった。あー、勝ってしまった。まずい。回復だ。半分。なんだなんだ、どうかな。捨てたような気もするけど。ガード、ガードが、ガードが。カーソル、カーソル、カーソル消えていい。どっけしそう。てかもうボロボロや。まだチャンス。バックスケン。まだか。まだ倒しきれんか。ってからじゃやっぱ間に合わんな、攻撃は。今のはガード職部やったな。あとちょっと。まあ、ライディーンに任せる。ライディーン。とどめを刺せ。よし。父ちゃんにとどめを刺してもらった。お、氷の結晶。今のはグッドだ。ヒット率80超えてるわ、一応。ここは作れるかな。お、A ランク、O91 の剣豪になった。毒によるダメージが少なくなった。ありがたい。お、雷の弾またもらったね。ボーナス。
ット率 50%、 じゃあ 80% だけか。あ、戦利品はお、ドッグラーだって。なんだろうね。まだ生きているな。これが刺そう。お前は下がっていろ。相手が悪かったな。俺のことを恨むんじゃないぞ。妹だから気づくんか。ん？あんたは確かこの前、その怪物は私の兄さん。ででん。やはりか。何？そんなバカな。バカ。あ、見えないけど耳は聞こえているのか。ホルグ兄さん、なぜ？見ろ。お前の前からいなくなった時よりさらにひどいと。あ、ちょっと兆候が出ていたんだね。自分の思い通りにすら動けぬ。ホルグがあんな怪物になってたとは。セティアさんだったな。話を聞かせてくれないか。1年くらい前だったわ。兄さんが突然高熱で倒れたのは。じゃあ1年前、この1年間であそこまで魔物化したってこと。それから兄さんの体にどんどん鱗が生え始めて、私は回復呪文で治そうとしたんだけどダメだった。どちらかというと呪いの類だよね。とにかく治ってほしく、一生懸命お祈りもしたわ。人目につかない森の中で暮らすようにしたのも、その頃かな。私は諦めなかった。どんなことをしても元の体にって。目が覚めたら兄さんは。ホルグの身にそんなことが起こっていたとはな。鱗の怪物の噂を聞いたセティアさんは、それはもうものすごい当てっぷりでしたよ。バウドさんたちが退治しようと向かった後でしたからね。しかし間に合ってよかった。喜んでばかりもいられない雰囲気ですね、これは。そういえばフォルグは言っていたな。僕はどうとか。確かにあのフォルグの姿は5年前に戦った魔王の姿に似ていた。あ、そうなの。魔王は滅びてはいなかったのか。一体何が起きているというんだ。それです。全てはあの仮面のせいかもしれない。もうしちゃいられません。早く母上の元へ行ってあの仮面を外すように言わなくては。言うだけじゃなくて、もう無理やりでも取り外さないと。俺たちも行こう。魔王の手によって何かが起ころうとしているのは間違いなさそうだしな。本章クリアですね。今日順調だね。2、3、4とクリアして、次が5章、決断。帰りなさい。お父さんたちはみんな慌てた様子でお城へ行きましたよ。何かあったんですか。そうですね、ありましたね。はい、やっぱりバウドさんたちの慌てぶりはただごとではなかったですからね。あなたもお城へ行った方がいいと思いますよ。あなたはあまり慌てません。大変なことが起きたんだよって教えてあげてる。では旅の商人だよ。装備品を扱っておりよ。今日はどんなご用じゃ。お、装備品だって。新しいワンワンファング。呼びすると犬の鳴き声が。鋼の鎧。あ、炎の攻撃 30% 防ぐだ。でプラチナメールは呪文のダメージ。あ、超高え、7200とか。ただその分守備力がかなり上がるね。40万割り。で鉄仮面か。もうちょっと出せば鋼の鎧は買えそうだけどな。なるほど、ここにも商人が来ている。あ、そういえばバグ、じゃあドッグラーだっけ。ガードすると犬の声がする。いらない。いらんかった。の町の防具屋さんも見てこよう。変わらずか。でもあれかな。失敗したな。あの鋼の鎧買えばよかったね。こっちのは防御だな。買いに来た。なんか増えてる。金足りてないな。なんか売れるものあったっけ。高く氷の結晶が一番高く売れるな。これ1個売ろうか。いや、もったいないか。さすがにさすがにもったいないかといってなー。あー、世界樹の葉売ろう。評価どうしようかな。滝の属性にもよるよね。
行く場所の悩むな斧を危険な攻撃力ならな吹雪の剣だけどな、なんかな炎の剣の方が弱い敵が多い気もするけど、今回は炎の剣を優先してみよう。と攻撃力で吹雪の剣を選ぼうかと思ったけど、炎の剣ゲット。新しい必殺剣灼熱火炎山、剣変えるようになってる。銅の剣から鉄鉱石使うよりは、鉄鉱石を取るかお金を取るかって感じだね。強化。あ、これからさらに、劣化の剣。あ、でもあれだね。周回したら、今の段階でも強化できるしかないの。鉱石がちょっと大変そうだけど。とりあえず城に行こうか。夏大臣の話によれば、女王の姿が忽然と消えたらしいのだ。もっと詳しいことを大臣から聞く必要がありそうだな。さっきは心配かけてごめんね、エッジ。なんでエッジなんだろうか。兄さんのことはショックだったけど、私はもう大丈夫よ。にしても女王様どうしちゃったんだろう。母上はさっきまで確かにこの玉座の間におられたそうです。皆が気づいた時にはもう、バレてしまった。そなたか。もう町でも噂になってしまっておるから知っとると思うが、女王が消えてしまったんじゃ。実はな、女王は鏡の塔へと入っていったようなのじゃよ。お、タイトル回収。鏡の塔に？僕にはあれほど近づくなと言っておられたのに。その通りですじゃ。中には魔物が住み着いていて、その魔物ごと封印したという話じゃからの。ねえ、ちょっと聞いていい？じゃああの塔って何のためにいつからあったわけ？それはわしにはわからぬ。王族にのみ代々伝えられるものらしいのじゃ。僕は何も聞かされていませんよ。もしかして僕はもらわれっ子？それはまだお若いからであろう。いずれ王位を継承するときには話されるおつもりであったと。ともかくここで話していても仕方がない。我々も鏡の塔へ向かった方が良さそうだな。そうか、言ってくれるというのじゃな。こちらからも頼もうと思っていたところなんじゃぞい。この辺に仕掛けがあるみたいじゃ。実は女王が触っているのをこっそり見ていたのじゃ。おお、ここか。玉座に仕掛け。くれぐれも女王のこと頼むぞ。ここに入るときはわしに話しかけるといいぞい。だけど次は鏡の塔に行くのかな。パーティーメンバーは急ごう。みなつ、女王が何をしようはわからないが、嫌な予感が。外から見た鏡の塔はとても綺麗だったけど、中にはきっと綺麗なアクセサリーとかたくさんあったりするんだろうな。あ、ごめんなさい、こんな時に。鏡の塔というものが何のために建てられたのか、金の鎧くらいちょっと買いたいな。みなつ、女王様がいなくなって大変だと。それでは最後までご視聴いただいた方々ありがとうございました。コメントいただいたホタルさん、ありがとうございました。引き続き朝活で攻略していこうかと思いますので、よかったらご視聴ください。現在ツイッチで生放送を行ってます。ツイッチフォローよろしくお願いします。 YouTube ではアーカイブや動画を投稿してます。 YouTube のチャンネル登録もお願いします。そして、各種連絡や通知は Twitter の方を利用してますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。それでは皆さんお疲れ様でした。また次の配信でお会いしましょう。またね、バイバーイ。